はい、こんにちは。たまには高校入試問題。つってもまあ、因数分解。この間ちょっと素因数分解の問題も作りましたが、まあ、要するに因数分解ですね。工夫して因数分解しましょうと。で、これは今、18から21まで、これ数字4つなんで、5つだったら、奇数だったら真ん中を X とするのがまあ普通でしょうけど、これ4つなんで、真ん中あたり X にしても、結局平等にはならないんで、素直に端っこ、まあどっちでもいいんですけど、18を X でもすると、X カッコ X プラス1、X プラス2、X プラス3、足す1と。まあこの手の問題でよくあるのが、まあやっぱり端っこ同士と真ん中同士、組み合わせると、いい話になりますよと。引く3とかでいいのかな。まあこんなような、組み合わせると、X2 乗プラス 5X プラス4と、X2 乗プラス 5X プラス6引く3とかになるとこれ塊にしてねっつって X2 乗プラス 10X 24引く3で21でまあまたうまく7と3でできるとかってそういうような話のまあちょっとした応用なんでこれもまあやっぱり端っこ同士と真ん中組み合わせれば X2 乗プラス 3X とx2 乗プラス 3x プラス2で足す1と。そうするとこれをラージ x でもすれば x2 乗プラス 2x プラス1とまあもうできすぎくんと。そうするとラージ x プラス1の2乗が m2 乗と。じゃあ m はラージ x は x2 乗プラス 3x だったんで足す1が m ならちょうどいいですね。 m はまあ自然数なんでもうマイナスは考えなくていいと。そしたらあとは18の2乗はまあ、普通に計算して8波64、1で、8に16で、324。で、18×3 は3波24、3じゃない、3波20、54。なんで55と324足して、379が M ですと。いうまあ、それだけの話です。じゃあ以上です。ありがとうございました。